ショーン・ドーエイン・マリオンは、アメリカ合衆国入りの異州ウォキーガン出身の元バスケットボール選手、NBA のフェニックス・サンズなどで活躍した、人間離れした身体能力を持つことから、マトリックスの異名を持つ。ポジションはフォワード。身長201センチメートル、体重104キログラム。インディアナ州の短大を終えた後、ネバダ大学ラスベガス校に編入した。 そこで1年プレーした後1999年の NBA ドラフトにおいてフェニックスサンズから9位指名を受けた。ルーキーイヤーの1999から00、シーズンは平均得点を2桁に乗せ、オールルーキーセカンドチームに選出された。ショーン・マリオン・フェニックスサンズ1999から2008年、7シーズンの NBA キャリアで5回プレーオフに進出。中でも、 2004から05シーズンはリーグトップの62勝をマーク。ダラスマーベリックスから移籍したリーグ屈指のポイントガードであるスティーブ・ナッシュや、怪我から復帰したインサイドの中心をマレスタウダマヤーなどと共にリーグを席巻した。本来スモールフォワードのマリオンがパワーフォワードとしてプレーすることによってリーグ最高のラインガンオフェンスを展開した。2005から06シーズンは ジョージョンソンらの遺跡やスタウダマイヤーの長期離脱などで苦戦が予想されたが、マリオンは得点、リバウンド FG% で、キャリアハイをマークする活躍で、チームを西地区決勝まで導いた。翌2006から07シーズンには、スタウダマイヤーが復活し、サンズは61勝21敗と高い勝率で、レギュラーシーズンを終えたが、プレーオフでは、カンファレンスセミファイナルで、 サンアントニオスパーズの前に敗退した。シーズンオフに入ると、マリオンは自身がチーム内においてナッシュやスタウダマイヤーに次ぐ3番手選手という扱いに不満を漏らすようになった。チームもマリオンのトレードを模索するようになり、そして2007から08シーズン途中の2月にシャキーロー・オニールとの交換でマーカス・バンクスらと共にマイアミ・ヒートに移籍することになった。 その後移籍したダラスマーベリックスでは主力の一角として定着。2010から2011シーズンを制覇し、自身初のチャンピオンリングを獲得した。2014から2015シーズンはクリーブランドキャバリアーズに移籍し、このシーズン後に引退することを表明。6月18日に正式に引退を表明した。オールスター戦にはこれまで3度出場。2004年には 米国代表選手として、アテネオリンピックに出場、銅メダルを獲得した。スピードと跳躍力に優れ、NBA ではごく平均的体格ながら、あたりにも強いタフネスを誇る。この身体能力を生かし、インサイドへ走り込む、あるいは飛び込んでいくプレイで、ダンケやリバウンドを量産している。特に通算で1試合平均10本を超えている、リバウンドは、 身長 201cm、体重 103kg の選手としては驚異的である。サンズ時代には自分より 10cm 以上高く身体能力もあったアマレスタウダマヤーを抑えてチームトップの平均リバウンドを記録していたのも有名である。アウトサイドシュートも確率が高くレジーミラーの大ファンであったことから3ポイントシュートもうまい。 ただしシュートフォームが非常に独特であり、トレーナーからシュートフォームの改善指導を受けたが、成功率が下がってしまい、結局今のシュートフォームを貫いている。ディフェンダーとしても優秀で、スティールやブロックショットの部門でも毎年上位にランクインしている。2003年のマイケル・ジョーダン最後のオールスター戦では、試合終盤にジョーダンのマークマンとして起用された。 人気やメディアの扱いはいまいちだが、コーチ推薦によるオールスター出場3回、3度のナショナルチーム選出と、専門家による評価は非常に高く、上記でもわかる通り、リーグ屈指の実力者であることは間違いない。ありがとうございます。